挑戦のナンバーがあったり、はい、そうですね、久々に歌う曲があったり、はい、もちろんバンドでは初めて披露するっていう曲でございますので、はい、ぜひ皆様手拍子だとか、ね、またですね、今日オレンジの会場の後ろの方にダンスフロアを設けましたので、ダンスフロアなんですね。そうそう、面白いですね。いいフロアだ、ダンスフロアがね。最近ね、ほら、あのライブで後ろの方の席潰しどうのこうのとかね、ちょっといろいろありますけども、オレンジの場合は積極的に後ろダンスフロアにしてます。あえて潰してダンスフロアの形で。ダンスフロアにしてますんで、あのよかったらあちらの方で一緒に踊って、踊ってくださいね。そんな曲は今からやらないで、ね、あなたたち気が早いんですよ。わかんないね。そんな暗がりでいろいろやるもんじゃないです。それではね、さあ行きましょう。はい。お届けしましょうか。今日攻めるな。はい、いつもよりお姉さんちょっと攻めてるらしいので皆さんお気をつけください。それではここからキャンディーズメドレーということで、はい、お聴きいただきましょう。まずはこの曲からです。あなたに夢中。私がいて
Thank you.
今日は4曲、はい、4曲ね、ご用意いたしました、はい、哀愁のシンフォニーがね、はい、実は初めて、そうですね、歌いましたね、初めて歌いましたね初披露の曲となりました、ね、あなたに夢中もですね、はい、もうずいぶん前に一度だけ歌ったんですけれども、ずいぶん前ですね、大変前ですね、大変前でもう5、6年以上前ですよ、そうです、6年ぐらい前にね、一度だけ歌ったんですけれどもね、まあ、今回はね、生バンドでの、はい、挑戦だったのでね、いかがでしたでしょうか、皆さんも、はい、レパートリーとしてね、そうですね、ちょっとあれ本当は紙吹雪でした、紙テープ、紙テープ、紙吹雪でバサッてなっても困るって、すごいかかってバサッて言ってね、でもあの紙テープですね、まあ、最近はあんまりね、そうですね、見ないですもんね、見ないですね、そうですね、あの最近見たなっていう記憶はですね、はい、紙テープの記憶は、はい、野球のあの引退試合に先日行ったばかりでしたね、それ客席側からね、はい、グラウンドに泣きるがするね、なるほどね、そのぐらいでしたね、みたいなね、あの野球が好きなね、二人でございますんで、まあ野球の話したかったら後でね、あ、まあ、そうですね、最初の後ね、後ほど引き台に詳しく、はい、ね、話してみてください、はい、野球、そうなんだ、引退セレモニーの時泣けるんですよ、泣けるんですよね、そうなんですね、初めて知りました、そう、なかなかないですからね、まあ、ね、紙テープに出る時もね、昭和のアイドルは結構多いですね、あったりしましたよね、多かったですね、大変そうでしたね、そう、引退系ですかね、どっちかっていうと引退系ですか、引退系も多いですよね、あれそんなことないじゃなかったっけ、あのもういいです確かに引退の時はね、より一層多いですけどね、そうそう、より一層多いですけどもね、いや、それにしてもね、特にこちらの方々掛け声もぴったりでね、素晴らしいですね、あの年下の男の子の掛け声久々に聞きましたね、聞きましたね、好き好きってやつね、びっくりしました、久々すぎてドキッとしました ね、 ね、あのぴったり掛け声をかけられるとね、逆に緊張してくるんですよねもうなんか今日はプロがいるそうですね、そうですね、思いますね、その頃のやっぱきっとね、ファンがね、そのね、ファンがね、緊張しますね、ね、やはりね、あのまあね、自分のオリジナル曲だとね、どのように歌っても、まあ、自分の自由ですから、そうです ね、 ね、表現の自由ですからね、うん、いいんですけれどもね、あのやっぱカバー曲っていうのはね、あの緊張する曲でございますので、そうですよね、やっぱオリジナルのね、方のイメージがね、強いのでね、そうね、でそんだけ掛け声が合うってことはやはりね、あのファンの方だって、そうね、ずいぶんね、やっぱ聞き込んでる方でしょうね、そう、やっぱりね、非常に緊張しましたねですね、ね、あ、皆さんもですね、あの後ほどはね、またオレンジのオリジナル曲でいろいろあるんですけども、はい、あの掛け声はですね、はい、まあ、好きな時におのおのしていただいて、あの構いません、ね、ここからって時に、まあ、ガッてやっていただいてね、オレンジ特にルールはね、はい、ありませんので、ね、まあ、オレンジからお願いした時は特に全力でやってくださいという、ね、はい、話でございますので、はい、よろしくお願いいたします、お願いいたします、そして今日はですね、私たちのステージ、そしてジュエルモンさんのステージもですね、撮影が可能です、そうです、撮影 OK でございますので、はい、でもね、カメラもございますが撮影 OK でございます、ね、撮影が OK っていうのはどういうことかと言いますと、はい、拡散をお願いしたいということでございますので、そうですね、オレンジは特に、はい、まあ、皆さんね、 SNS やってらっしゃると思いますのでね、そうですよね、もちろん自分のね、思い出にするのは非常に嬉しいことでございますけれども、ね、せっかくなので拡散で多くの人に広めていただく、はい、ね、そういう協力が私たちにとても大事になりますので、はい、その辺よろしくお願いいたします、お願いいたします、それではですね、キャンディーズナンバーでメドレー聞いていただきました、はい、まあ、もっと聞きたいよって方はね、言っていただければ、後ほどまた企画しましょうか、そうですね、せっかくなので、はい、また考えさせていただきたい、今日は、いろいろな都合で4曲で、お願いします、はい、それではここからね、とてもにぎやかなオレンジのオリジナル曲1曲お届けしましょう、はい、この曲こそ皆さん積極的に